こんにちは、柴田です。今回は Zoom の G2-4 と BOSS の GT-1 を JC で鳴らしていきたいと思います。アンプのモデリングの鳴らし比べでツイード、フェンダー系とマーシャル系、そしてハイゲインのレクチファイア、この3つのモデリングをですね、今回 Zoom の G2-4 と BOSS の GT-1 鳴らし比べていきたいと思います。アンプは JC120 リターンに挿していきたいと思います。まず JC120 のリターンの素の音、こんな感じでね、こもっております。これをまずね、 GT1 のツインリバーブいきましょう。ちゃんとブリンも出てますね。 GT1 のすごいところは出力の設定がリターン端子にできたりするんですよね。この細かい気遣いはね、すごいですね。 G2-4 のツインリバーブ、こっちもね、いい感じですね。続いては GT1 のマーシャルの1959。ちょっとミッドが強い感じですね。で、G2-4 の1959。抜け感はこっちの方がありますね。ドンシャリ気味というか、設定はね一緒にしてるんですけれども、 GT1 の方がこうミッド寄りですね。続いてレクチです。さすがです。続いて G2-4 のレクチ、レクチはね、 G2-4 の方がねローミッドより、若干 GT1 の方がビジッとしてる感じですね。これもね、好みかな。印象としては G2-4 クリアな感じにはなってますよね。リリースされた時期がね、これどんくらい違うんだろう、5年ぐらい違うんじゃないかな。ボスはさすがですね、全然古くならない。こんな感じでしたんで、参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。